皆さんこんにちは。世界傑作協会公式マスコットのノブです。最新の試合情報やチーム近況、さらに消しゴムサッカーに関するあらゆる出来事を分かりやすくお伝えする消しサカニュースのお時間です。9月25日土曜日、消しサカリーグ第8期がついに開幕しました。新シーズン開幕初戦は昨シーズン惜しくも王座を逃したドイツのビーネと、先月のオープン戦を制したギリシャのモルフォスの対決。両陣営とも7月のドラフト会議で獲得した期待のルーキーを輩しての一戦となりました。午後1時3分、モルフォス・ウォーズマンによるキックオフ。サイコロはそのままビーネに渡り、エースセブンガー、そして新人ナックル星人がつなぎますが、シュートになった。モルフォス・タイガージェットシンが奪い返します。そしてスマイルマンに渡ったところでゴールラインギリギリのロングシュート。なんとこのシュートがゴールラインギリギリ。ビーネ・ガドンが懸命に守りに入ります。ボールの内側に体を入れることに成功しました。ところがモルフォス・ウォーズマンがガドンにアタック。どうなってるんでしょうか。さあゴールを外します。ゴールを外します。これは微妙なプレーになった。さあどうなっているか。なんとギリギリ粘っている。かなり難しいプレーを強いられたガドン。しかし試合開始から13分、その瞬間は訪れました。ガドンクリアなるゴール。ビーネ・ガドン、開幕戦では前代未聞のオウンゴールを放ち、モルフォスに1点を許します。なんとか挽回したいビーネ。ロックマンシリーズからやってきた期待のルーキー、リングマンが攻め続けます。シュート、シャーとディフェンス。しかし3度のシュートチャンスは全てモルフォスの守備陣に返されます。その後も熱い攻防が続きましたが、得点にはつながらず試合終了。ビーネにとっては屈辱の一戦となりました。ではここで今季ビーネの注目選手について土屋会長に解説していただきましょう。まあ、なんといっても昨シーズンは最後の最後、最終節までスリジエと優勝を争いました。惜しくも得失点差1及ばず、準優勝、まあ、過去には、リーグ2度の優勝、そして今回で、まあ、2回目の準優勝ということでですね、非常に安定した戦力を誇る、まあ、リーグ屈指の強豪です。まあ、昨シーズンも最小失点に抑えた、まあ、この鉄壁の守備陣ですね。リーグの中で、まあ、今回ディフェンスにテコ入れをしてくる中で、このビーネだけはもう全く不動のまま今シーズンも迎えるという、そういった守備陣です。もうやっぱりセンターバックのスポポビッチとラドン、このコンビがまあ盤石ですよね。さあそして攻撃陣ですが、まあ、やはり、昨シーズン2度目の得点王に輝いたこのセブンガー、まあ、ミスター消し坂と言ってもいい存在のこのセブンガーが、このチームの得点力というところも、まあ、問題はないんじゃないかと。さらに、まあ、昨シーズン、見事新人王に輝いた、まあ、若き司令塔このサンシャイン、こちらもですね、4得点を挙げて、さらに、アシストでも、活躍した、まあ、本当に、素晴らしい攻撃的ミッドフィルダーです。ここの、まあ、戦力に加えて今回はですね、ドラフトで獲得しました、このリングマン、まあ、ロックマンシリーズの、ミッドフィルダー。かなり安定した、パス供給が、このサンシャインと共にですね、期待できるんじゃないかと。さらに、ナックル星人を獲得しました。こちらは今までの、まあ、ビーネのこうセブンが中心にしたこの攻撃に加えてですね、かなり、まあ、快速フォワードとして動き回って相手をかき回していけるんじゃないかという期待が持てます。ビーネの攻撃の幅がどれぐらい広がるのかというのも楽しみです。まあとにかくこの安定した勢力、今回も優勝候補筆頭という存在じゃないでしょうか。さてここからは打って変わっていろんな方向から消し坂の世界を深掘りする土っちの部屋。
3D プリンターが。前回必死の思いでようやく 3D プリンターを取り出し本当に開封しただけに終わったこのコーナー、さあ今回はどこまで進むのでしょうか。まあご覧ください。ここから続きの立ち上げをねちょっとやりたいと思います。まずは電源を入れますと、はい、ここで何も言わないですね。ここを押すみたいですね。この電源、これを押すと、いいですね。始まったって感じしましたね。水平だし、はい、これを押します。初期化実行中、しばらくお待ちください。なんか降りましたね。なんか動いてますよ。下が動き始めた。造形台すべてのネジを締めてから確認をタッチ、これを締めてからもう一個ある。3つある。はい、3つを締めてから確認をタッチ、ノズルの横になんかこういうのが降りてきて距離感を測ってるんですね。なんか出ましたね。隙間が大きい。プラットフォームの下の3箇所のナットを時計回りに同じ回数だけ回し、あなたが安定した音を聞くまで。ちょっと日本語が変な感じしますが、あ、検証タッチして距離を確認。検証。なるほど。ああ。これで、あ、確認してる。お、おめでとう。検証タッチして強いですね。検証タッチってどうですか。おめでとう。確認をしてみましょうか。ところどころ日本語がちょっとね。移動しました。移動して今度は向かって右側のネジの上あたりをツンツンしてますね。あ、隙間が大きいだって。アラートが鳴るまで時計回りネジを回す。これを繰り返すんですね、この3つのネジで。おめでとう、おめでとう来ました、おめでとう来ました。検証タッチして次です。これでそういうことね。これで3つ目のこの最後のラストの奥のネジの上をツンツンして揃えるわけだ。この3点のネジの高さで水平出ししているわけですね。おっと、この音ちょっと大きいね。水平出し完了ってなってます。来た。早くこの机の上でこの 3D プリンターが今水平に、このプラットフォームが水平になった。これでこのフィラメントを、ちょっと固めですね。針金ほどではないですけどちょっと固め、やっぱプラスチックみたいな。これをセッティングします、はい、君も卓上の熱い戦いを感じてみないか。ノリやハサミがなくても大丈夫。消し坂公式スターターキット、ボールペン、サイコロ、ゴールキット、公式ルールブックもついてるから、いつでもどこでも消し坂が楽しめちゃいます。消し坂公式スターターキットはナイツストアで好評発売中。君も消し坂で熱くなれ。購入後ゴミ箱への速攻シュートはおやめください。さあ消し坂リーグ開幕2戦目はイタリアのカクト、そしてイギリスのホークスの対決です。10月2日土曜日午後12時45分からご覧のチャンネルでプレミア公開いたします。絶対にお見逃しなく。